脇坂安彩は、江戸時代後期の大名。張間国辰野藩十代の藩主。辰野藩脇坂家十二代。維新後藩知事、死者。天保十年十一月二十七日、伊勢国津藩十一代藩主、東堂高行の四、男として誕生した。辰野藩九代藩主、脇坂安成の実子の寿之助が、幼少のため、安政五年六月に、畑の養子となり、 文久2年4月22日の畑の隠居に伴い、家督を継いだ。脇坂家は、不代大,大名であったため、安彩は、砂漠派として、摂津国の解剖警備を務め、源氏元年の第一次徴収政党、慶応二年の第二次徴収政党にも、幕府軍の一員として参加したが、徴収政罰には、消極的だったとされ、第二次徴収政罰では、 安綾の病気を理由に出兵を辞退している。慶応4年の母親戦争では新政府軍に教順して新政府に抵抗した姫路藩の攻撃や藍津戦争に参加した。明治2年6月、藩籍奉還により、辰野藩知事に任じられ、その後は藩の植生改革などに努めたが、明治四年七月の廃藩知見で地藩事を免職された。明治十七年、 家族霊により死者区に除された、明治41年2月27日に死去した、去年70、安綾の墓、ありがとうございます。